ダッチデュランゴはアメリカ合衆国の自動車メーカークライスラーがダッチブランドで製造販売しているフルサイズ SUV。本国ではダッチラムチャージャーの後継車種としてピックアップトラックベースのミッドサイズ SUV として導入されたが後にフルサイズに移行した。初代モデルはミッドサイズ SUV として初の3列シートを採用後輪駆動と四輪駆動があり、 グレード構成は SLT、SLT、RT となり、搭載エンジンは、排気量4.8リットル、5.2リットル、5.9リットルである。二代目モデルは、クライスラースペンと大部分のメカニズムを共用し、搭載エンジンも新世代、V 型8気筒エンジンヘミ5.7が選べるようになった。三代目となる、現行モデルからは、モノコックボディとなり、 メルセデス・ベンツ GL クラスとプラットフォームを共有する。日本への正規輸入はされていない。デュランゴは、頑丈なトラックをベースとする7人乗りの SUV として発売され、適切に装着されていれば、最大7500ポンドまで牽引可能だった。デュランゴは、ベースとなったピックアップのダコタと前端部、インストゥルメントパネル、およびフロントシートを共有していた。 デュランゴの8人乗り仕様の当初のデザインは多くの古いステーションワゴンのような後ろ向きの3列目シートが装備されていた。より実用的な前向きの3列目シート用にスペースを確保するために、ダッチはフロントドアの長さを短縮し、ルーフの高さを2インチ上げて後部乗員の視界が得られるシート配置を実現させた。デュランゴのルーフラックは 持ち上げられたルーフの外観を隠すように設計された。2000年には5.2リットルのマグナム V8 に代わり、4.7リットルのマグナム V8 が搭載された。ただし2000年初頭までは5.2リットルのモデルも選択可能だった。同年 RT と呼ばれる5.9リットルのマグナム V8 を搭載する4輪駆動の特別な高性能バージョンが発売された。 1999年と2000年にはスーパーチャージャーが追加され最大出力 360hp、最大トルク412ポンドフィートを発生する5.9リットルのマグナム V8 を搭載するシェルビー SP360 バージョンが限定モデルとして発売された。外観ではホイール、タイヤ、サスペンション、バンパーなどが専用品となり、 ボディ中央に2本の白いストライプが装着された、バイパー用のブルーが標準のボディカラーとされた。0から60マイル加速は7.1秒を誇り、最高速度は142マイルパーアワーだった。デュランゴスポーツ2001年モデル1999年には後輪駆動モデルが追加された。3.9リットルのマグナム V6 が搭載されたが、販売は不調だった。翌年には、 紹介量が実施され、二つの新しいボディカラー、6X9 インチのヒーター付けバックミラー、ステアリング内蔵リモコンなど、注目すべきオプションが提供された。レザーシートは SL、SLT プラスモデルで、標準装備。ボディカラー同色のホイールフレアは SL、SLT プラスと四輪駆動モデルで、標準装備となった。2000年モデルには、四輪駆動モデルの、標準エンジンとして、 実績のある5.2リットルのマグナム V8 に変えて、新しく4.7リットルのマグナム V8 が搭載された。3.9リットルのマグナム V6 は廃止され、V8 エンジンのみが継続して製造された。高性能バージョンの R-T には、高出力化された5.9リットルのマグナム V8 と4輪駆動が搭載された。2001年には内装の使用工場に重点が置かれ、 内装パネル、ダッシュボード上のつまみ類、インストゥルメントパネル、オーバーヘッドコンソール、およびステアリングホイールがすべて変更された。四輪駆動モデルのトランスファーセレクターは、コンソールの手動レバーから、ダッシュボードのスイッチに変更された。メータークラスターが更新され、電子車両情報センターが、オーバーヘッドコンソールに組み込まれた。後部乗員の快適性向上のために、 前後独立温度調整システムが標準装備として追加された。オーディオシステムは全てのモデルで改善され、SX スピーカーが標準装備された。消火医療が実施されたその他の項目には、ドアパネル、シートの修正、アルミホイール、トリムオプションの見直しなどがあった。2002年には新しく SXT が入門レベルのトリムパッケージとして追加された。 安全のためにサイドカーテンやバッグがオプションとして追加された。2003年にはメカニズムの紹介量が実施され、4輪ディスクブレーキの追加が特に注目される点だった。1999年5.2リットル V8 及び5.9リットル V8 を搭載した4輪駆動モデルが衝突テストにおいて10点満点中6.8点を獲得した。SLT SLT プラスおよびスポーツでは3 9リットルのマグナム V6 が標準で搭載され5 2リットルおよび5 9リットルのマグナム V8 がオプションとして選択可能その後4 7リットルのパワーテック V8 が標準5 9リットルのマグナム V8 がオプションに変更 RT と SP362 は5 9リットルの マグナム V8 が標準搭載。デュランゴ SLT2005 年モデル2代目のデュランゴは2003年北米国際オートショーでデュランゴ R-T コンセプトと称するコンセプトモデルとして最初に予告された。このモデルは姉妹社であるダコタの直前に販売が開始された。ダコタと同様にこのモデルでは完全な平断面形状のフレームなどを大型ピックアップのラムと共有していた。 初代と比較して、全長が7インチ、全幅が2インチ、全高が3インチ拡大された。また、3列目シートを3名分の幅とすることで8名分のシートを確保した。デザインは主に1999年に公開された、ダッチパワーワゴンコンセプトとその流れを組む、ダッチパワーボックスコンセプト、及び2003から2004年に公開された、デュランゴ R ・ゴール。 t コンセプトのスタイリングが原型となっていた。2004年には、車軸喧嘩、リアアクスルが、新しいコイルスプリング式サスペンションに変更された。ワッツリンケージの採用によって、加湿の低消化と拡大を実現した。すべてのトリムレベルで4.7リットルのパワーテック V、8エンジンが標準搭載されたが、SXT 以外のすべてのトリムレベルで5.7リットルの、 ヘミ V8 が選択可能だった。SXT では5.7リットルのヘミ V8 のオプションの代わりに3.7リットルのパワーテック V6 が標準搭載されたが V6 エンジンのオプションは SXT のみ2004年から2007年までに限って選択可能だった。2004年モデルのデュランゴはダイムラークライスラーのラインナップにおいて5.7リットルの ヘミ V8 を搭載する初の SUV になっただけでなく、新デザインのラジオや近代化された内装も備えていた。デュラン後2007年モデル2007年モデルでは、フェースリフトが実施され、2006年4月にダラスオートショーで初公開された。グリル、フード、ヘッドライト、フェンダー、およびホイールが変更された。新しい機能として、電子安定性制御、 タイヤ圧力監視システム、広報駐車アシスト、ワンタッチターンシグナルなどが追加された。ダイムラー・クライスラーは2006年にクライスラー・アスペンと称するデュランゴをベースにしたミッドサイズ SUV を2007年モデルとして導入した。2008年10月、クライスラーはデュランゴとアスペンを製造していたデラウェア州のニューワーク工場を2009年末までに閉鎖。 これに伴い、両社種の2009年モデル限りでの製造終了が決定したことを公表し、同年12月19日に製造を終了した。2009年モデル限りで、デュランゴの製造終了を発表した後、ダッチは3代目となるデュランゴのティーザー写真を2010年8月16日にインターネットで公開した。 2011年モデルは2代目のチャージャーと共に2010年12月14日より製造が開始され、2011年1月中旬に販売が開始された。3代目のデュランゴはミシガン州デトロイトのジェファーソン北組立工場でジープグランドチェロキーと共に製造され、グランドチェロキーと組立ライン、ランニングギア、パワートレイン、およびシャーシが共有された。 デュランゴのホイールベースはグランドチェロキーより長く2列シートのグランドチェロキーに対して3列シートを採用した。2012年より政府機関向け限定でスペシャルサービスパッケージが販売された。これは SXT がベースとなっているが一般向けには設定がない5.7リットルのヘミ V8 を搭載していた。3代目のデュランゴには3種類のエンジンが搭載された。 標準エンジンは、新型となる3.6リットルの V6 エンジンで、4800rpm で、最大出力 290hp、最大トルク260ポンドフィートを発生し、1600から 6400rpm の範囲で、最大トルクの90%が得られた。このペンタスター V6 には、メルセデス製5速 ATW5A580 が組み合わされた。 復活した5.7リットルのヘミ、VVTV8 は、最大出力 360HP、最大トルク390ポンドヒートを発生し、5速 AT545F が組み合わされた。ヘミ V8 には主に車両が水平路面を、一定速度で走行中に有効となる、フィエル、セーバーモードも導入された。デュランゴ2014年モデルダッチは2013年。 ニューヨーク国際オートショーで2014年モデルのデュランゴを発表した。2014年モデルでは、よりスポーティーなボディライン、発足 AT、黒色の樹脂製バンパーを含むロリのような新デザインのトリムパッケージの設定などのデザイン変更が実施された。テールランプは、チャージャーやダートに似た一等 LED のレイストラック仕様に刷新された。内装では、ステアリングホイール、 メータークラスター、回転式シフトノブが変更され、最初にダートが採用した、最高性可能な7インチ TFT、液晶ディスプレイが追加された。2015年には、レーダー、レッドレザーシート、0.8インチローダウン、黒色ヘッドランプベゼル、HID ロービーム、LED レタイムランニングライト、追加オプションで、シートへの R、T シュー、 サブウーファー付き級スピーカーオーディオシステム ZF 製発足 AT と組み合わされる最大出力 360HP を発生する5.7リットルのヘミおよび黒色で仕上げられた20インチグラナイトクリスタルホイールで構成されるプレミアムナッパレザーグループオプションが RT に導入された二千十六年モデルでの変更点はなかったが下でるにはアノダイズドプラジガム リミテッドにはブラスモンキーと呼ばれるパッケージオプションが追加された。2017年には新設された GT と入れ替わりにリミテッドが廃止され SXT に2列シートの5人乗り仕様が追加された。ありがとうございます。